はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。かえでさんちへこそ。まあ、金持ちならではの悩みってあるかなと思う。多分あるんだろうけど、その、庶民にはわからないようなことはあったりとか、まあ、税金対策とかもそうだったりとかするけど、その、金持ち、なんとか財閥みたいな感じでさ、昔からっていうか、もう自分のじいさんばあさんあたりから、もうそういう財閥とかそういうので金持ちで、自分もお坊ちゃまとして、お嬢様として育ってきて、で、やっぱさ、そういうのってさ、周りがこう、機嫌をこう損なわない。自分のね、ごますったりだり顔色伺ったりとかしてて、これなんかトヨタの、その今じゃないけど今会長かなんかになってる方のなんか YouTube のあれでなんか言ってたらしいんだけど、やっぱ小さい頃からトヨタのお坊ちゃまっていうのをそういう目で見られていたりしてて、まあ、その従業員の方なんかもやっぱ学生時代の時はその同級生がトヨタに就職している、お仕事をしているっていうことで、変な話したらそのトヨタの明夫さんの一言でなんか自分の親が解雇されるんじゃないかっていうふうになったりとかするから、変なことは言うんじゃないよみたいな親から言われていたりとかしてて、まあすごく窮屈な感じでそうしてたらしいんだけど、やっぱその中で一人だけさ、まあそういうの関係ねえよって言いたいことは言うわみたいなおじさんなんかがいてくれるとすごく嬉しかったって、まあ、おじさんって言ってたら怒られるけどね、なんかトヨタのあの会長の人も、なんか一人そういう方がいらっしゃったらしいよね。お前何考えてんだと。そんなに泥臭くね、やってないお前に何がわかるんだ、みたいな。その従業員の、気持ちなんかわかるわけがねえ、みたいな感じで。まあ、例えばの話なんだけど、まあ、そういうのこと言われて、あ、そうか、みたいな感じで気づいて、まあ、一からその方に教えてもらったりだとか、その整備の仕方だったりだとか、まあ、もちろんその人が師匠としてね、尊敬はしてるけど、その整備の仕方だったりっていうのはその人の部下だったりとか弟子だったりとかが教えてくれたよって、だから現場主義っていうのもあるのかなと思うんでね、そういうふうに意識を持たせてくれたのはすごく尊敬してるしっていうのがありましたね。あのトヨタのその一族という目で見ていないからズバズバ言ってくれるし、あのいけないところはいけないっていうふうに言ってくれるのですごく嬉しかったっていうのはなんかで聞きましたね。なんかっていうか、まあ、そういう動画で聞いた覚えがあります。だから、他の、その、そういう日産だったりだとか、スズキだったりとかも、息子とか孫も、ね、そういう目で見られてる可能性があったりとかするから、そういうふうに言ってくれる人が中に一人いるか、どうかだよね。じゃなかったら、そのビッグモーターのあの社長なんかも、あんなに袋叩きにされることはなかっただろうなと思うし、ガツンとね、そういう、お前は間違ってるよ、こういうところは間違ってるよって、あの親戚のおじちゃんでさ、ぶつくさ言ってくれる人いるじゃん。ああいう立ち位置の人が、そのビッグモーターの方でもいたらまた違ってたのかもしれないよね。
って思いましたね。皆さんどうなんだろう、そういう意味での悩みってあるのかなと思う。まあお金関係なんかもよくね、そのドラえもんのさ、スネオくんじゃないけど、もう使うだけ使ってもお金が溜まってんのよね、余ってるのよねみたいな感じでね、いうのもあるし、ちょっと一昔前のそのお坊ちゃまくんとかさなんかもうすごい懐かしいけどさ、あれなんかもう変な話さ、そのお坊ちゃまくんの総資産が国家予算の何倍とかさ言われてるし、言われてたりとかするしね、うん、すごく極端な話、その家自体がさ、皇居と同じぐらいとかさ、まあありえない話だけどね、すっげえ金持ちでもそこまではならないと思うんだけど、だって一つの町を買い取るような感じじゃん、ああいうのって。まあ町っていうか一つの区、東京なら区とかさ、世田谷区とかさ、千代田区とかって一つを買い取って一つのあの家の庭とか建物にしちゃってるわけでしょ。すげえなと思うよね、うん。まああれは漫画だからっていいのもあるんだろうけど、うん。まあ、すごいなと思いますね。はい。皆さんどうでしょうか。以上です。